ここからは時間外労働です。おお、津田健次郎と動画投稿サイトで総再生回数5200万回、ワークショップも毎週開催されるほど話題のレザーアイテムをメイキング。小山はクラッチバッグ、加藤は財布、津田はオーガナイザーをそれぞれ作っていくぞ。すげー、イタリア。そんな難しくないですよね。いや、めちゃめちゃ難しい。ツルツルよ、ツルツルや、ツルツルや。あー、でもこれ楽しい。舞台ってセリフパーンって飛んでもとりあえず間開けて落ち着けばいいけど、曲は行っちゃうじゃないですか。いや、そうなんですよ。曲行っちゃうから大丈夫です。なんか行っちゃうから歌う時に何にも誰も歌ってない瞬間があるからみんなあるよな、しげな。あるある、全然。あれ、今のとこ誰だった？俺かみたいな。すげえ。たった90分で驚きのレザーアイテムが。全力メイキング、深夜0時48分。才能がね、溢れちゃったな、今週も。ありがとうございます。